ジョルジュエミール・ピエール・レオナール・チュニスは、ベルギーの政治家、首相二度務めた。リエージュ州のマンティグニーで生まれ、軍事訓練と、電気技師の教育を受けたチュニスは、エドアール・アンパン率いるアンパングループの電気会社で、働き、後に、国際電気標準会議の電磁技量立性シモニ委員会の委員、議長を歴任した。第一次世界大戦中は、ロンドンで行われた。 戦時対策委員会に参加し、戦後は賠償委員会のベルギー代表として、パリ講和会議に出席した。1920年に財務大臣に就任し、1921年から1925年まで首相を務めた。1926年と1927年には、ジュネーブで開催された国際経済会議の議長を務めた。 1926年に、ベルギー国立銀行の理事に就任し、市中銀行への指導力を発揮した。1932年に、国防大臣に就任し、1934年から1935年まで、再び首相に就任したが、ベルギー国立銀行の理事職は二度の離職を経て、第二次世界大戦時まで続けた。第二次世界大戦中はアメリカへ、 特命大使として派遣された。1941年から1944年まで、ロンドンのベルギー亡命政府に任命されて、ベルギー国立銀行の総裁に就任した。ありがとうございます。